お、着いたんじゃね。あ、どうも皆さん、おはようございます。加藤隆二です。今日はですね、いつもと違って車の中からお届けしております。まあなぜかというと、あっち。今日はですね、私の故郷である立山に皆さんをお連れしようかなと思いまして、第1回ドライブアゴーゴー我が郷土立山編ということでよろしくお願いします。意気揚々と始まりましたが、特に何をするわけでもなく、適宜ドライブ、主にっつってもあれだと韓国語でお母さんのことじゃねえからな、主に俺の顔を映すことになるけど、まあでも適宜なんかあれだね、外の風景やら何やらをちょっと映しながら行こうかなと思います。俺人生初ドライブスルー生きてんだけど、俺ドライブスルー朝飯食おうぜ。今日ちなみに夜中までずっとつけっぱだから。あ、できた、できた。これどうすればいいの？もう何これ？ドライブアゴーゴー立山編。まずはオートバックスへゴー。俺はだって目的地っつってもよ、どこなんだよ。あったあったあった、オートバックス、オート B、 OB やった、 OB どっから入んのこれ。あ、あった、これ。はい、ありがとう。なんか本社みたいなとこ来ちゃったんだけど、おい、これ絶対ちげえぞ。オートバックスの本社みたいなとこ来ちゃったんだけど、何これ、わかんないよ。入っていいの俺、これ絶対入っちゃいけないとこ来ちゃったんだけど、は、車検通しますみたいな。なんか、おい、あれしよう、俺ここ来てねえよっていう、俺通るいいや別に。おい、これ絶対ちげえだろ。オートバックス本社じゃねえの。端っこ入れよう。まあ、駐車うまくねえからよ。動揺が隠せない。本社来ちまって動揺が隠せないよ。みんな絶対ここちげえし。よいしょっと、こんにちは。本社じゃねえ、よかった。何買ってくればいい？満州みたいだろ。危ねえ、ババやりてえ方でじゃねえかよ。なんだお前、神か、年齢的にも。田舎特有のなんかあれがあったな。これでどうよ、もうちょい上か。 OK、 アングル OK。 ちょ、タバコ吸ってきていいか一回。おい、ねえ、ガキが、おい、やべえわ、モコみたいなガキがいるわ。俺もつい著作権をあれしちゃった。お前来るんじゃねえよ。おい、何やってんだあの悪ガキ。ごめんな、俺映すつもりなかったのに。洞窟探検ってことは大変な人。あのババは自殺しようとしてるじゃないか。大丈夫か。カメラ下向けんね。どうも。よいしょ。おい、カニとか取ろうぜ。いるだろう。パソコンもこれだから別にぶっ壊してもなんか弁償したら許してくれんだろ。
もうカニ捕まえていいか。やべ、テンション上がってきちゃった。おい、ちょっとみんなちょっと10分時間くんないか、俺カニ捕まえてきていいか。ちょっと見ててくれ、俺がカニ捕まえてる様。よし、行ってくる。クソ滑るんだけど。おい、カニ捕まえたぞ。おい、カニ捕まえたぞ。カニ捕まえたぞ、一匹。ダメだ、いなかったわ。一匹しかいなかった。くそ。じいじいとは、お前言うんじゃねえよ。ホームレスのじじい、お前待て、ホームレスのじじいが水釣りをしてる。おい、著作権にちょっと侵害しない。おい、あれだよ、ワカメの水釣りをしてるわ。おい、これ、売りに行くわ、これこれ見てに。ちゃんとワカメの水釣りをしてるから。ニュースステーションかなんかに取り扱ってくれ。水釣りをしたら今発見したから。俺もカニの水釣りをしちゃったからな。フジテレビの関係者の皆さん、今俺がこの三つ色のね、それで逃げよう。どうした？ちょっと釣業者にもして調査、肖像権があるからね。それ食べられるんですか？食べられるんだ。へー、すごいですね。ちょっと申し訳なさそうだな。ちょっとジャブを入れてきたけど、私たち悪いことしてるんですって顔してる。じいさんとおばあさんのそういう顔見たくねえよ。私たち悪いことしてるんです、申し訳ありませんみたいな。お、鳥がいる。